コルネディウス・コルオイザーはオランダオス出身のレーシングドライバー。1980年と1981年にいくつかのフォーミュラフォードでタイトルを獲得した後、ユーザーは1982年と1983年にパートタイムでヨーロッパ F3 に参戦。1984年にはイギリス F3 とドイツ F3 にも出場した。彼は シーズンの最初のレースに出場できなかった後、1986年シーズンのハラマサーキットでフォーミュラ3000デビューを果たす。翌年もノーポイントと苦りをなめるが、ついに1988年にポイントを獲得し、ブランズハッチで5位入賞を果たした。この期間中、オイサーは1988年に英国の ITV で放映されたランザガントレットのエピソードにも登場した。 ユーザーのマルコス・マンティスにスポーツカーレースに1990年により移行し世界スポーツプロトタイプ選手権にも6レース参戦。1991年に彼はスポーツカー世界選手権と DTM 両方にフルタイムで出場しラグナセカレースウェイで開催されたベッテンハウゼンモータースポーツのカートワールドシリーズでシングルスタートを切った。1991年に彼はまた ユーロレーシングよりルマン24時間レースにも参戦し、1994年に彼はコンラッドモータースポーツ、1995年に彼はマルコスレーシングマークのファクトリードライバーになった。マルコスのドライバー時代より彼はレーシングカーを製造する権利を購入し、マルコスレーシングインターナショナルを立ち上げた。彼はさらに BPR グローバル GT シリーズ。 FIAGT チャンピオンシップなど、その他の多くの耐久レースで LM600 とマンティスの車をキャンペーンした。2016年現在、オイザーは様々な耐久レースで活躍している。ありがとうございます。